in your films, your characters are always so appealing, and even your villains, your bad guys. Can you talk about sort of as you create a villain, what's your thinking? あの悪役を作ると大抵好きになっちゃうんですよね。で本当の悪人じゃなくなっちゃうんです。で例えばあの、フラッシャー兄弟が作ったスーパーマンの短編がありますけど、ハリウッドの山のすぐちょっと上の方に溶鉱炉を作ってたりするんですよ。溶鉱炉って鉄を溶かすための、もうそんな設備投資をして努力する悪役は主人公よりも可愛いですよね。どうも悪役の方がその主人公たちよりも勤勉なんです。それからあの本当に心に穴が開いてしまった悪役を出すと映画全体が本当にすさんだものになりますから、それはやっぱり描きたくないんですね。あのアニメーターが仕事やってる時見るとこう笑顔を描いてる時は笑顔になってるんです。それから悪役を描いてる時は大抵嫌な顔して描いてますから、なるべく笑顔の方が長い方が映画としてはいいんじゃないか。